はい、ジャバラ組さんのお二人です。こんにちは。こんにちは。はい、ジャバラ組さんのおゆうぎ会の見どころお願いします。はい、じゃあ初めに男の子、はい、虫歯建設株式会社という曲を踊るんですが、はいはいはい、とにかく元気なバラ組の男の子にぴったりな曲になっています、はい、なっていると思いますので、はい、その元気さを見ていただけたらなと思います、はい、もう普段の元気さそのままなんですね。はい、はい、なるほど。この2人の笑顔が物語ってるんですね。じゃあもう1曲の方は、はい、女の子はありがとうの花という歌を歌っておゆうぎをするんですが、はい、女の子、バラ組さん、男の子も女の子もなんですけど、はい、とても優しいので、その優しさがこう表せるような可愛らしい泳ぎになっています、うん、はい、で、どちらも楽しみですね。伝承さんならではになる、なると思いますが、はい、じゃあご覧いただいている皆さんにメッセージを、じゃあ福士先生からいきますか。はい、はい、バラ組さん、男の子も女の子も先ほどありましたように、とっても元気で、はい、とっても優しい子たちなので、うん、その元気さ、優しさが表せられるようなお遊戯に今のところなっているので、うん、ちょっと本番緊張せずに今のままでお遊戯してもらえたら、それが伝わるかなと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、じゃあ先生。はい、入園や進級した頃とは全く違う成長した姿が見られると思います。私もつい最近そういう話をしてたところで、こういうことができるようになったんだよとかって話をしてたので、ぜひそういう目でも見ていただいて、あとはたくさん拍手を送っていただけたら嬉しいです。そうですね、はい、よろしくお願いします。それが大事だと思います。はい、じゃあね、ご覧の皆さんの拍手をたくさんいただけるようにですね、まだもう少し時間ありますので、最後まで、練習頑張ってください。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。